中和抗体薬を自宅でも使用できるよう指示しました。中和抗体薬、これを往診でも使えるようにしてほしい、そういうご要望いただきまして、すぐに私厚生労働省に指示をいたしまして、ご自宅でも使えるように今対応していただいているということであります。菅総理大臣が自宅療養中の患者の往診やオンライン診療を行う企業を視察した後、記者団に話しました。